白川における太閤橋から名護橋間の通称緑の区間は、樹木が両岸に繁茂し、架面に映し出される樹木や竜田山などと相まった緑豊かな景観や公園を有しており、長年熊本市民から親しまれる場所になっています。しかし、当該箇所は上下流に比べ堤防高が低く、治水安全度が低いため、堤防のかさ上げを整備していく必要があります。整備にあたっては、住民の方々の意見を伺いながら実施していきたいと考えており、今回この説明資料を見ていただき、ご意見等ありましたら投稿いただければと思います。白川緑の区間の堤防かさ上げによる河川整備を実施するにあたり、維持管理、景観、利活用等に資する住民意見を反映した整備計画の検討を行うことを目的として、令和3年4月に白川緑の区間整備検討会を立ち上げました。白川緑の区間整備検討会は、沿線自治会、白川校区、石台校区、浄土校区の地元代表者、河川利用関係者、有識者等から構成されています。これまで4月16日と7月28日に計2回開催し、議論した内容を取りまとめたものが白川緑の区間整備草案です。緑の区間整備草案の現在まで及び今後の検討スケジュールにつきましては、令和3年3月23日に白川緑の区間整備検討会準備会を設立し、その中で検討内容や規約、整備草案の提示確認を行い、その後、4月16日および7月28日の2回の白川緑の区間整備検討会を経て、整備コンセプト案や整備草案の検討確認を行いました。今後は沿線自治会でのワークショップや、今回この動画での意見聴取、現場での整備概要掲示により意見を聴取し、いただいた意見を反映した整備計画案を10月下旬に第3回白川緑の区間整備検討会にて検討し、12月下旬に緑の区間整備計画を策定するスケジュールとなっております。なお、このスケジュールにつきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から変更となることもあります。緑の区間の川幅は、平成27年に完了した河川整備により広くなったものの、堤防の高さが上下流区間に比べて低いため、治水安全度が低い状態となっています。今回、緑の区間の堤防を約1から1.6メートル、平均で約1.3メートルかさ上げし、上下流区間と同程度の高さにする整備を実施します。堤防のみをかさ上げすると、川への眺望の阻害や町と川の空間の分断が懸念されるため、堤防沿いの通路も一体的にかさ上げすることを想定しています。堤防沿いの通路のかさ上げ高は、川への眺望等を踏まえて場所ごとに検討します。緑の区間は、樹木が両岸に繁茂し、架面に映し出される樹木や竜田山などと相まった緑豊かな景観や公園を有しており、長年熊本市民から親しまれる場所になっています。日常的には地域住民の皆さんによる散歩や休憩で利用され、白川夜市や水ベリングなどのイベント時には多くの人でにぎわいを見せており、地域にとってなくてはならない場所になっています。続いて、堤防かさ上げの整備コンセプト案について説明します。現在の緑の区間は、下に書かれている基本テーマ、森の都熊本のシンボルとして市民に親しまれる水と緑の拠点づくりと、それを実現するために設定した3つの基本方針、現在の景観を生かした将来の景観づくり、緑の拠点としてふさわしい場所とするための植栽計画、浸水性に配慮した水辺空間に沿って整備しました。こういった現在の緑の区間の整備コンセプトを踏まえつつ、整備検討会での意見をもとに、今回の堤防かさ上げに向けた整備コンセプトを設定しました。こちらが第1回整備検討会にていただいた意見です。主な意見としては、城東工区からはアクセス面、安全性及び防犯性、維持管理、見え方、
治水、防災、川とのつながりについての意見が。協議会作業部会からは、アクセス面、イベント利用、圧迫感、遮蔽感、既存の樹木について、周辺との一体整備についての意見が。白川石材工区からは、アクセス面、維持管理、防災、周辺との一体整備、パラペット等のデザインについての意見がありました。先ほどの第1回整備検討会での緑の区間整備に対する意見を集約、整理したものを、下に書かれている5つの基本方針案。1、今ある景観の継承。2、川とのつながりの保全。3、周辺との一体整備。4、安全性、防犯性の確保。5、地域による利活用、運用とし、それらを包括するような基本テーマ案。町と川のつながりを感じられる安心安全な水と緑の拠点の保全、創出に向けて、あらゆる関係者が一体となって取り組み、さらなる地域防災力の向上を目指すを設定し、堤防かさ上げのコンセプト案としました。このコンセプト案は第2回整備検討会で承認をいただいています。以降から示す整備素案は、この整備コンセプト案を踏まえて検討しました。こちらは現在の緑の区間の整備コンセプトからの今後の堤防かさ上げの整備コンセプト案のつながりを示しています。今後の整備コンセプト案は、現在の整備コンセプト案を踏襲しつつ、整備検討会にて新たに出た意見をもとに設定しています。続いて、緑の区間の整備草案について説明します。こちらが全体の動線計画になります。上の図が現状の動線、下の図が整備後の計画動線です。階段、販路の増地、かさ上げ等により、堤防かさ上げ後も利便性、安全性を確保できるような計画を検討しました。しかし、現状で全体的に川端の行き来が可能であった白川小学校が堤防をかさ上げすることにより、アクセス性が低下すること、かさ上げ後に狭小感が増す右岸側の緑地の維持管理安全対策、車道近接区間の安全対策、かさ上げ後の夜間の防犯安全対策等については、慎重な検討が必要です。次ページより詳細に説明します。左岸白川小学校付近のアクセス確保につきまして、現在の白川小学校前には車椅子の方でも無理なく利用可能な勾配の販路が設置されており、平常時やイベント時において活用されています。しかし、堤防のかさ上げによって販路の勾配が今よりも急になります。また、現在の白川小学校付近のトイレがある区間は、堤防の壁が低く、全面的にアクセス可能な区間となっております。しかし、堤防のかさ上げによって、壁が今よりも立ち上がるため、アクセスが限定されます。第1回整備検討会では、白川小学校付近のバリアフリーに配慮したアクセス確保のため、販路及びトイレ付近の広場に立候を設ける案が意見として挙げられました。この立候とは、ゲートのようなもので、普段は開けていて、人や車の行き来ができるのですが、洪水時には閉め、水が漏れないようにするものです。第2回整備検討会では、立候の設置については、その操作、維持管理体制を含めた検討が必要であるとの意見が挙げられました。今後、皆様の意見を伺いながら、検討を進めていきたいと考えております。次に、右岸緑地の維持管理安全対策につきましては、第1回整備検討会では、右岸緑地のかさ上げ後に狭小感が増す区間は進入禁止とする区間を設ける等の意見が挙げられました。また、今よりも緑地を通りやすい空間にして、人を積極的に通すことで維持管理性を向上させるという考え方もあります。
そこで実物大模型を用いて現地にて確認したところ、緑地沿いに立ち上がる約3メートルほどの壁に圧迫感がある上、街側からも目が届きにくくなるため、積極的に人に通ってもらう空間となりにくいことを確認しました。具体的な位置についてはメルパルク熊本駐車場から上流区間になります。現在の右岸緑地には自然に総本塁が繁茂しており、人の手が入っていない貴重な自然環境が形成されているとの見方もあります。そこで平常時の人の立ち入りを禁止して、都市の生態系に寄与する自然植生として保全し、街側から見て楽しむ区間とすることを提案します。方法は検討中ですが、管理者のみ通行できるよう、出入り口は締め切りを行います。第2回整備検討会では、見て楽しむ区間とした場合でも、維持管理、ゴミ拾い、草刈りの体制を含めた検討が必要との意見が挙げられました。今後、皆さんのご意見を伺いながら検討を進めていきたいと考えています。続いて、車道近接区間の安全対策についてですが、河川への眺望確保、平常時の眺め、災害時の河川監視のため、パラペットのかさ上げに伴い、管理用通路もかさ上げします。ここで言うパラペットとは、下の写真に示す壁のことです。現地にて、かさ上げ後の通路の高さ、現況から1.2メートルに設定した足場台に登ってみたところ、車道との飛行差が大きく、かさ上げ後の通路通行の安全対策が重要であることを確認しました。特に車道と近接する区間については、万が一通路から転落して車道まで逸脱した場合、重大事故につながる危険性が高い区間になります。よって、右岸側、左岸側、ともに通路と車道が近接する区間は、転落防止柵を通路の車道側端部に設置したいと考えています。柵の高さは、自転車に対しても安全な高さ、1.1メートルとしたいと考えています。こちらの写真の場所は、右岸側の名護橋下流になります。こちら、丸二の写真の場所は、右岸側、対向橋上流地点。丸三は、左岸側、白川小学校前地点です。続いて、夜間の安全、防犯対策につきまして、現在の緑の区間では、パラペットより町側の管理用通路は3ルクス、川側の公園は1ルクスを確保することとし、既存街灯の明かりも考慮した上で追加の照明を設置しました。ただし、こちら右岸の緑地については目標照度に不足しています。また、現状で基準照度を満たしているものの、今回のパラペットかさ上げによって新たに照度が不足している区間が出てくることも考えられます。しかし、夜間の安全性確保のため、パラペットかさ上げ後も右岸緑地区間を除き、町側の通路は3ルクス、川側の公園は1ルクスを確保することを目標とします。また、既存照明灯の改修や照明を新たに追加する必要が出てくる場合は、夜間の安全性はもちろんのこと、緑の区間の魅力向上に寄与するよう、熊本市光のマスタープランを考慮して改修します。第2回整備検討会では、整備後に全体の光環境を検証できるような仕組み作りが必要との意見も挙げられました。続いて、具体的な各箇所ごとの整備イメージを説明します。まずは、右岸側対向橋上流区間です。こちらは車道と近接する区間があり、その区間については安全対策として車道側に1.1メートルの転落防止柵を設置します。また、町側から見た圧迫感低減のため、通路壁面の周径対策として
石積みでの整備を実施します。この区間については整備後の草刈り等の維持管理方法も合わせて検討します。こちらはメルパルク熊本駐車場の区間です。川側から堤防が約 3.1 メートル立ち上がり、通路側からは川側への転落防止も兼ねて 1.1 メートルの堤防高になります。メルパルク駐車場との一体整備の方法やマンション駐輪場進入路の接続方法について今後各関係者の方と協議します。こちらは中央警察署方面からの交差点部です。こちらについては歩道をかさ上げせずに中央警察署方面からのアクセス販路を設けることでゴミステーションや樹木を保全します。こちらは約 2.6 メートルの壁が立ち上がりますが、壁の高さを生かして白川や地域に関する情報等の掲載場所としての活用が考えられます。こちらは先ほどの交差点部からの直上流側です。堤防のかさ上げと合わせて歩道を約 1.6 メートル高くします。車道と近接する区間については安全対策として車道側の通路部に転落防止柵を設置します。また町側から見た圧迫感低減のため通路壁面の集計対策として石積みでの整備を実施します。この区間については整備後の草刈り等の維持管理方法も合わせて検討します。名護橋右岸橋詰めは明るく人が近寄りやすい場所を目指し、町と川が緩やかにつながる階段広場として整備します。階段は緩やかな勾配の販路と一体的な構造となっています。かつて鶴田公園であった過去の履歴等を踏まえ、樹木の生育に適した間隔で桜等を植栽します。こちらは左岸側白川小学校前です。川側から約 2.3 メートルの堤防が立ち上がり、歩道を約 1.2 メートルかさ上げします。白川小学校前の販路は多様な利活用やバリアフリー性を考慮して立交部を設けて現状程度の販路勾配を確保する案が挙げられています。樹木周辺は多様な利活用に資するテラススペースとして整備します。自転車と歩行者の安全な動線分離のため、また車道側に自転車専用通行帯を整備する将来計画があるため、残りの通路をかさ上げして歩行者用の通路、幅3メートル程度として整備します。同箇所のパラペットより川側の白川与市の会場付近には、壁面の圧迫感軽減、利活用の保全の観点から、ベンチを設けて整備する案が挙げられています。現在のトイレ付近は通路をかさ上げせずに、トイレへのアクセスを保全します。第三角広場付近は通路沿いに約 1.5 メートルの壁が一連に立ち上がるため、広場に一部立交部を設けてアクセスを保全する案が挙げられています。
左岸上流側区間は小学生の通学路としても利用されています。小学生の身長でも川側が見渡せるように、駅高0.8メートルで整備する案が挙げられています。こちらについては、民地側への配慮、かさ上げ後の通路からの視線等が重要なため、近隣住民の方々のご意見も踏まえて検討します。ダブル三角広場は、階段の段数を増やしたり、販路の延長を伸ばしたりして、快適で安全なアクセスを確保します。こちらは先ほどの箇所の川側になります。現在、ダブル三角広場から川側に壁は立ち上がっていませんが、のり面で段差がついており、植生が伸びてくると動線が分かりにくくなっています。パラペットかさ上げ後は壁が立ち上がりますが、乗り越し階段を2箇所整備することで安全な動線を明確にします。名護橋左岸橋爪は、パラペットかさ上げによって川側の通路とあっち側の通路が交わる箇所に壁が立ち上がりますが、新たに橋爪広場側から乗り越し販路を通して安全かつ快適に通行できるようにします。整備により梅や竜田山、八重口梨等に影響がありますが、移植する通して保全したいと考えています。緑の区間整備に関して、河川管理者である熊本河川国道事務所ができることは、1、管理用通路のかさ上げ、2、階段販路のかさ上げ、3、転落防止策等の整備、4、立校の整備です。その他具体の整備については、熊本市と調整しながら今後検討が必要となります。以上、緑の区間整備素案についての説明でした。こちらについてご意見等ありましたら、整備素案に関するご意見はこちらに入っていただき、アンケート入力フォームよりご意見をお願いします。